どうも、いとしん TV、伊藤慎吾です。イェイイェイ。はい、今回は、私、いとしん、ご報告がございます。将棋ウォーズ8月の指導棋士を務めさせていただきます。はい、ということで、前回は今年の1月だったんですけども、今回8月ということで、皆さん夏休みということで、気合が入っております。特にライブの方に力を入れていきたいと考えておりまして、ライブで皆様と指導対局をして、その後必ず反省会、感想戦をやることにします。時間があれば、ぜひ挑戦してみてください。チャットでの質問も、どしどし受け付けております。いとしん TV では、2枚落ちの代表作戦として、2歩突っ切り定石、そして、銀太伝定石、そちらの2戦法が、もう動画として上がっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして、いとしんに、ライブで挑戦したいという方は、YouTube の投稿欄、Twitter、Instagram などで日程の方チェックしてみてください。そしてここから大事なんですけれども、皆様が力を発揮しやすい手合でぜひ挑戦してみてください。初めて駒落ちを指すという方もいらっしゃると思うので、一つ目安を言いたいと思います。将棋ウォーズ初段の場合は2枚落ちぐらい。将棋ウォーズ5級の場合は4枚落ちぐらい。将棋ウォーズ10級ぐらいの方は6枚落ちぐらいが良いかと思います。もちろん慣れていない方はそれよりも下の手合いで挑戦しても全く恥ずかしくないので自分に優しくこれなら力を発揮しやすい勝てるかもしれないという手合いで挑戦してみてください。皆様のたくさんの挑戦待ってます。チャンネル登録して次の動画もチェック。